ビ。今日は佐賀神社松原神社の境内にやってきました。こちらに祀られているのが縁起の良い神様で有名な七福神の中のお一人、そう、恵比寿様。今日の佐賀市テレビはその恵比寿様を祀ったトンサン恵比寿祭りの話題です。ご案内は佐賀神社の高尾さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。さて、毎年ゴールデンウィークに開催されているトンサン恵比寿祭り、スタートのきっかけは何だったんですか？はい、佐賀市は町中に800体を超える恵比寿像がお祭りされている日本一の恵比寿の町。ここ松原境内には平成17年に松原恵比寿社が建立され、トンサン恵比寿の大きな石像が祀られました。その御鎮座を記念してトンサン恵比寿祭りが始まりました。トントン、トンサンって何ですか？お殿様のことです。なるほど。トンサン恵比寿祭りは2日間にわたって実施されますよね？はい、5月3日は午後6時半よりおよそ300個の提灯が灯る中、雅楽の生演奏に合わせた舞が捧げられる宵宮祭が再興されます。翌5月4日には午前10時より御鎮座記念祭や旬の野菜や果物を直売する人気のイベント八百屋だよ全員集合、そして10時半からは地元ラジオ局の出前放送やライブステージ、また佐賀県が主催しているエコカー市場もあります。ぜひご家族でお越しください。私のおすすめは豪華景品が当たる開運タイツリーみくじ。こちらは1回300円で大熊手や絵馬、温泉宿泊券などが当たるかもしれません。楽しさいっぱいのトンサン恵比寿祭り、お問い合わせは0952-24-9195 佐賀神社まで。トンサン恵比寿祭り楽しそう。